スタートしました。16番カレングロリアーレ、いいスタートを切りました。まずは先頭内から1番のランスオブフラーナ、2番のセラインアテーザが3番手に続いて、さらにはストからは4番のテーオーアマゾンが3番手かわして上がっていって2番手に接近、5番手7番のパピオナージュ、内から6番チャリオット、外には8番のマルヨサキちゃん、その内から3番のセレストノワール並んでいって、1馬身10番ドナブライドル、外には14番 KI サクソニーがいって、その直後務めが15番のフォッサマグナ、その内からかわす5番のサクラトップハロー、あとは4馬身後方に11番のカメットテソールがいって、12番のミュークルクラス、あとは3馬身13番 KIS、 13番のペイシャラストパイが行って、最後方はポツンと1頭9番の AT 金星、4コーナーのカーブ600を通過、うち1番のランスオブフラーナわずかに先頭で4コーナー、外からじわじわっと16番カレングロリアーレが並んでいって、さらに外から4番のテーオーアマゾン直線を向いて400を通過、前3頭の外から15番のフォッサマグナがぐんぐん差を詰めて、これから坂を駆け上がってくる。さあ先頭は16番のカレングロリアーレ、外から15番のフォッサマグナ200を通過、内では1番のランスオブフラーナ、3頭が広がって外抜けたフォッサマグナ、2番手は16番カレングロリアーレとランスオブフラーナ、フォッサマグナゴールイン、これは完勝です。外から楽々と突き抜けました。